皆さん、こんにちは。今日は池波志乃さんのことについてご紹介します。まずは池波志乃さんの経歴とプロフィールからご紹介します。池波さんは1955年3月12日に東京の下町に、落語家のお乳三金限定芭蕉さんのもと、三人姉妹の長女として誕生しました。そんな池波さんは小学生の頃は、将来、家庭科の先生になりたかったそうですが、中学生になると、日舞、三味線、長唄など、芸ごとに興味を持つようになり、芸の道を極めたいと女優を志すようになったそうで、15歳の夏、高校を中退して俳優養成所に通いたい、と、両親に伝えると、お父さんは自分で考えた結論なら、思うようにしなさい、と、女優になることを許してくれたそうです。こうして池波さんは1970年15歳の時高校を中退し、俳優賞劇場の養成所に聴講生として入所すると、翌年の1971年16歳の時には研究生に、そして養成所では大竹まことさんや風間守雄さんらと知り合い、妹のように可愛がってもらったそうで、1971年、大竹さんたちが養成所を辞めることになった際には、池波さんも一緒に辞めようとしたそうですが、大竹さんたちに、お前は残れ、と説得され、池波さんは養成所に残ることに。ただ、その後、俳優賞劇場が解散したため、池波さんは、正式団員になれぬまま、1973年18歳の時、時代劇で人気だった新国劇に入団されます。新国劇では舞台で通行人の役として出演しつつ、先輩女優の付き人をしていた池波さんですが、付き人は普段から着物を着てテキパキ動くようにと言われていたそうで、NHK 大河ドラマ国盗り物語の収録の際、わざと目立つように髪型を中割れにした上で、しっかり着物を着込んでタスキをかけ、キュッと引き締まった格好で、こまめに動き回っていると、そんな池波さんの出演者のような姿でテキパキ仕事をする姿が、NHK スタッフの目に留まり、来年の大河で探している役がある。個人的に受けてみるかい、と、スカウトされます。そこで、池波さんは、オーディションを受けると、プロデューサーが何人かいる場所に行き、本を読まされたそうです。その後、新国劇のマネージャーから、来年の朝ドラの鳩子の海で初音という役に決まったから、と、合格を伝えられたそうで、1974年、19歳の時、NHK 連続テレビ小説「鳩子の海」でテレビドラマデビューを果たしたのでした。こうして付き人をしながら鳩子の海に出演した池波さんは、以降妖艶で日本的、その上品の良さと色っぽさを兼ね備えたバイプレイヤーとして引っ張りだことなると、1983年には映画「牛三つの村」で夫の出征中、独り寝を持て余した末に、村一番の秀才兼丸継男を誘惑する千坂恵里子役を大胆に演じ、その妖艶な演技が大きな話題となったのでした。池波さんは、デビューから3年後の1978年3月、22歳の時、俳優の中尾彬さん、当時35歳、と結婚されています。お二人は、1977年、時代劇、ダルマ大女児県庁での共演で知り合うと、中尾さんがロケの待ち時間に、当時、入手困難だった名酒、古紙の完売を飲んだことがあると周囲に自慢していたため、お酒好きだった池波さんは、私はいつでも古紙の完売が飲めるお店知ってる派よ、と言って、台本の裏にそのお酒が飲める店の地図を書き、さらに自宅の電話番号も添えて中尾さんに渡したそうです。こうしてお二人は
東京四ツ谷にあるそのお店に一緒に飲みに行くと、お互いお酒好きという共通点があったことからすぐに意気投合。ちなみに中尾さんが初めて池波さんの実家に挨拶に行った時には、中尾さんはまだ女優の茅島成美さんと婚姻関係にあり、離婚の話し合いをされていた時だったそうですが、その後茅島さんとの離婚が成立し、再び池波さんの実家を訪ねると、志の3をいただきますと挨拶されたそうで、池波さんのお父さんの落語家10代目金言亭馬生さんは、一瞬黙った後で、いただきますというのはご飯の時だけでいいんだよと、落語家らしい言い回しで結婚を許してくれたそうです。またお父さんのお弟子さんたちは、二人の結婚生活がいつまで持つか賭けをしようとするも、誰もが持ってみこぜだろうと賭けにならなかったほど、すぐ離婚するだろうと思っていたそうですが、ご存知の通り結婚から40年以上経った現在もお二人の仲はとても良好で、芸能界きってのおしどり夫婦としてバラエティ番組で仲睦まじい姿を見せられています。そんな池波さん中尾さんご夫婦ですが、中尾さんは朝廷主関白だそうで、中尾さんが朝起きたその時の気分で朝食を和食か洋食かを決め、池波さんがそれに従って料理を作られているのだとか。また中尾さんは食の好みがはっきりしていることから、1日3回の食事は命がけで作ってくれとお願いされているそうで、池波さんはそんな中尾さんのため毎回手の込んだ料理を作り、夕食には自らお品書きを書き、料亭のように一品ずつ出しているそうで、その手料理をお酒のおつまみに、二人で2時間くらい語り合いながら、夕食の時間を過ごされているのだそうです。ちなみに、池波さんは料理の他にも、妻は夫より早起きし、寝顔は絶対に見せない。夕食には手書きのお品書きを用意。お品書きについては10品目の中から食べたいもの4品目ほどを中尾さんが選ぶ。妻は夫の財布の中身をチェックして常に補充する。テレビのチャンネルは妻が変えるというルールを自ら決められているほか、中尾さんが怒るところを見るのが嫌なため、でもだってと口答えはしないそうです。とはいえひたすら我慢しているというのではなく、ほとぼりが冷め中尾さんが機嫌の良い時には笑いながら反撃するそうで、池波さんは、子供を育てることができなかったが夫中尾明を育てることができたと語っており、夫婦円満の秘訣は池波さんの腕によるところが大きいようです。池波さんは1990年半ば頃から事実上芸能活動を休止されているのですが、この頃池波さんは役作りで体重を落とすも、ダイエットのしすぎで体脂肪が減って貧血で体調を崩すなど、健康面で不安を抱えるようになったそうで、次第に演劇への熱も冷めていき、演劇活動から離れるようになっていったそうですが、それでも体調はさらに悪化していったそうです。実は虫歯を治療しているにもかかわらず、数ヶ月おきに歯の激痛に悩まされるようになったそうで、レントゲンを取っても異常が見つからず、医者からは原因がわからないため更年期障害と診断されるほか、一人で痛がっているだけだと抗うつ剤を処方されたこともあったのだそうです。こうして本当の原因がわからず、痛み止めの薬で耐えるしかない状況が続いた池波さんですが、ついに2006年沖縄滞在中、突然まぶたが開かなくなり、手足も麻痺して動かなくなってしまったそうで、救急車で病院に運ばれると検査の結果、難病のフィッシャー症候群と診断。再び歩けるようになるまで1ヶ月もかかったのだそうです。
すると今度はもともと痛かった歯と下顎の痛みがさらにひどくなり、2008年にはまるで釘を打たれるような気絶するほどの激痛に襲われ、唇もしびれるようになったそうで、何人もの歯医者に診てもらうも原因は不明。最後に大学病院に駆け込まれたところ、ようやく虫歯菌が顎の骨に侵入し、炎症で左下の顎の骨が壊死していたことが判明し、慢性硬化性下顎骨骨髄炎と診断されたそうですが、病名が分かったとはいえ長時間の大手術が必要な状態で、手術をしても顔が歪み変形する可能性もあることを医師から告げられたそうです。それでも耐え難い痛みに池波さんは手術を決断されると、手術は喉元を切開し、虫歯菌が侵入して壊死した左下の顎の骨を医療用ノコギリで切り取ると、そこに自身の肩甲骨の一部を顎に移植するという11時間に及ぶ手術だったそうで、ようやく歯と顎の痛みから解放されたのだそうです。これからも志野さんの活躍を期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。